きます。負けません。聖火の光輝きたまえ。ここからが本番だ。いい勝負。さあ始めようか。行くぞ。どうぞ。この程度では不合格。さあ始めようか。覚悟はいいか。良い戦いにしよう。良い戦いにしよう。行くぞ。覚悟はいいか。良い戦いにしよう。覚悟はいいか。頑張ります。これで終わりか。やめて。まだことは好きではない。
覚悟はいい。中突撃だ。負けません。雷鳴よ、驚く響け。また一つ強くなる。感謝する。なかなか考えられない。あっ！
ここからが本番だ。さい。負けません。狂乱よ、巻き起これ。できたでしょうか。良い戦いにしよう。ここからが本番だ。中華出撃弾。土砂降りや。この程度では不合格。さあ、授業の時間だ。覚悟はいいか。これを使え。さて、どうしようか。やれるものか。いくぞ。覚悟は投降しエベル。癒しの奇跡を与えたまえ。マジックスピードガン。覚悟はいいか。大現象ブランドよ。これで終わりか。
行くぞ。集中していこう。癒しの奇跡を与えたまえ。いかに覚悟を。投稿しエベル。覚悟はいいか。大剣将ブランドよ。頑張ります。覚悟してください。聖火神ヌルフリックよ。覚悟はいいか。マジックスピードガス。マジックスピードガス。頑張ります。癒しの奇跡を与えたまえ。さて、どうしようか。あっ！覚悟はいいか。くらっ！それでは。さて、どうしようか。雷鳴よ、動き響け。こかしてよ。負けた。あー、それ聖火のタグに感謝します。良い戦いにしよう。覚悟はいいか。良い戦いにしよう。横一文字。行きましょう。せや。あっ、氷乱よ、引き起これ。どしゃぶりや。横一文字。さて、氷乱よ、巻き起これ。
授業はこれで終わりだ。さて、よし、いや、サイロス、
戦いの準備はできているよ。土砂降り。そう。横一文字。それでは雷鳴よ。雷鳴よ、この日響け。おい、負けた。雷鳴よ、この日響け。戦いはやはり苦手です。
サイラス。授業の時間だ。サイラスさん、イボンの言う通り、あなたは本当に優秀な学者のようですね。上辺だけの言葉は結構だ。心からの賛辞だったのですが、それが伝わらないとは残念です。しかし、あなたが黒幕だったとはね。大方イボン学長もあなたの手駒だったと。ご明察。彼を学長に据えたのもこの私です。もっとも、あれほど自己顕示欲が強いと思ってはいませんでしたね。それはあなたに人を見る目がなかったということだ。その意見は甘んじて受けます。あなたは変国の書を追うことで見事に私のもとへたどり着いた。その知識量、洞察力、そして何よりも知りたいと絶望する学者としての知的欲求の強さ。あなたが変国の書を追う中で見せたそれらの能力を私は高く評価しています。どうです、サイラスさん、私と手を組みませんか。くだらない。この後に及んで口をついて出るのがザレ事とは恐れ。ザレ事、学者とは思えない言葉ですね。あなたはこの建物の壁画に何を思いました。あの書庫にあった蔵書の数々に心惹かれなかったのですか。何も思わなかった。そういえば確かに嘘もある。
そうでしょ。そう、これらを見て心が踊ったはず。知りたいと思った、紐解きたいと思った。謎を、知識を目の前にしたとき、抑えきれない知的好奇心に身を焦がす。その情熱に身を委ねられる者こそ、真の知の探求者と言えるのです。あなたもそのはずです。私のように。この手を取りなさい、サイラス。共に世界の真理を解き明かしましょう。なぜ断るのです？知識を得たくはないのですか？謎を紐解きたくはないのですか？あなたならば私と同じ場所に立てると。それだよ。何ですって？あなたならば、その言葉が気に入らないんだ。別に私でなくてもよかったはずだ。例えばイボン学長。話になりません。彼にそんな才能はありませんでした。せいぜい駒使いに使える程度。とても私と同じ思考には至れない。なぜそう決めつけたのだ。未来はわからないからだ。なぜあなたは彼に教えようとしなかったのだ。教えるですって？そうだ、自分と同じ場所へと教え導けばいいだ。バカな、そんなことはありえません。凡人は何をやろうと凡人です。秀才もまた、いくら努力しようと天才の高みには届かない。あなたも理解しているはずです。天才であれば。そこがあなたと私の違いだ。私はあなたほど人に絶望していない。過去を探り、今を学び、未来につなぐ。そのために知恵を磨くのが学者だ。知識を得て、謎を紐解き、あなたはその先どうするつもりだ。どうせ天才にしか理解できない、そう言って墓場まで持っていくのか。凡人だ、秀才だ、天才だ、そんな言葉は逃げない、ルシオさん。知っているとか知らないとか、そんな差で区別しないでもらいたい。知らないものへ、知っているものが教える。間違っていることは答えを知る者が正す。その積み重ねの先、人はさらに高みへと進んでいく。私の生徒は私より先へと進んでくれるはずだ。
その時彼女たちが何を知るのか、私はそれが楽しみで仕方ない。もう結構です。あなたも所詮はただの人、結局はそこで終わりなのですね。他人に足を引っ張られ真理に至らず死ぬ愚か者だった。これは変国の書の記述をもとに私が完成させた結晶石。私はこれを使って人を超える。人の短い寿命では決して叶えられない全てを知る時間と力を手に入れる、せめてもの慰めです。この力の実験にあなたの命を使って差し上げましょう。未来にかけることが愚かなら私は愚か者でいい。一つ約束しよう。私はこの戦いを生き延び、そして変国の書を紐解き、あなたと異なる答えに至ってみせると。人の未来には希望がある。そのことをあなたに教えてあげよう。負けるわけにはいかない。マジックスピードガン。癒しの奇跡を与えたまえ。負けません。行くぞ。マジックスピードガン。行くぞ。ライフスピードガン。行きましょう。癒しの奇跡を与えたの。さて、はっ、さて、どうしようか。やっ。投降しエベルよ。ここ、貴様、覚悟はいいか。大剣将ブランドよ。癒しの奇跡を与えたまえ。それでは調べさせてもらいます。行くぞ。これさて、どうしようか。使っておこう。覚悟はいいか。これを使え。行きましょう。調べさせてもらいます。それでは待っていてください。聖火神エルフリックよ。
覚悟はいいか。ここからが本番だ。千本槍。千本槍。頑張ります。これを。行きましょう。はっ、癒しの奇跡を与えたの。そう、覚悟はいい。十文字切り。あっ、どうだ、本気を出そうか。赤学王アレファイオ。覚悟はいいか。はっ、それでは。癒しの奇跡を与えたな。さて、どうしようか。さて、探らせてもらおう。覚悟はいいか。これでも食らえ。投稿シエベルよ。なかなか考えがいがある。負けません。それ、癒しの奇跡を与えたまえ。行くぞ。マジックスピードだ。ここからが本番だ。よっ。頑張ります。癒しの奇跡を与えたな。負けません。耐えよ、焼き尽くせ。行くぞ。ここからが本番だ。使わせてもらう。なかなか考えがいがある。やっ、行きましょう。耐えよ、焼き尽くせ。
トレーツ。さて、どうし火炎よ、焼き尽くせ。さて、これを使え。負けません。火炎よ、焼き尽くせ。行くぞ。なかなか考えがいがある。やっ、覚悟はいいか、大剣将ブランドよ。おう、十万字撃。覚悟は投降し、エベル。さあ集中して火炎よ、焼き尽くせ。探らせてもらおう。さて、どうしようか。これでどうかな。さあ、覚悟はいいか。負けません。ここからが本番だ。よっ、投降し、エベル。本気を出そうか。火炎よ、焼き尽くせ。大した強さだ、合格点。ああ、騎士、押してまい。横一文字。
授業はこれで終わりだ。さあ、始めようか。シェーベル、横一文字切り、いい勝負。なるほど。ほうほう。なる。どうしゃべりよ。授業はこれで終わりだ。は、なるほど。剣の騎士、押してまい。ここからが本番だ。なるほど。さて、ああ、そして
いや。ああ、いや、さて、ほうほう、
先生、先生。ここだ、ここだよ。また本が増えていませんか？古代の書物を訳すんだ。これでもまだ足りない。半分くらいかな。これで半分ですか？いや、実に面白い。とある地方のおとぎ話に門に関するものがあってね。もしかしたらこのおとぎ話の門も壁画と同じかもしれないんだよ。それで民族学の本まで？そう、多角的に物事を眺める学術における基礎の基礎だよ。おっと、いけない。君が呼びに来たということはもう授業の時間かな？はい。先生、遅刻ですよ。申し訳ありません、メアリー殿下。さて、それでは生徒の諸君、今日の授業を始めるとしよう。輝ける知識の著者であり学者、スサンナ・グロトフの記した一節に、知るという行いに終わりはない。人は生きている限り、毎日が学びの場だ。知り、知るし、そして語る。その連綿としたつながりこそが、人の歴史である。決して一人で世界を完結しない。知識もそうであるよ。だからこそ私は知るし語るのだ。己の知識が誰かの糧となり、より良き未来を築く助けになるように。これを読む君、私の知識と経験が君の未来の良き礎となることを強く望む。